シェービングクリームを塗るやつ、シェービングってどこのものなんですか？あ、早速、私が知らないことを教えていただくことになってしまいました。男性の。シェービングって何なんですの？おひげ？へぇ。そっか、おひげ剃るのも大変ですわよね、男性は。でも、電動ひげ剃りもあるわけじゃないですか、こんなみたいに。なにそれとは別でやるってこと？電動ひげ剃り用にシェービングクリームをするってこと？あ、脱毛の時のジェルみたいなもん。なるほど。電動カミソリもクリーム塗るんですもん、そのシェービングクリーム。電動は深剃りができない。そうなんですの？電動だったら、電動の方がなんだかいいイメージがあったんですけれども、電動は剃り残しができちゃうんですのね。普通のカミソリの方が近い。そうなんですのね。男は育毛剤つき、おひげを伸ばすってこと？どういうこと？あ、でも髪はね、女性もやらなきゃいけないらしいですわよ。でも本当のことを言えばね、女性も男性も別にハゲててもいいと思うんですけれど。でも私そのハゲの話ですのみたいな感じで冗談で言うのもあんまり好きじゃないので、よかったら私のコメント欄では避けていただけると嬉しいですわ。本当にね、もしかしたらその本当に気にされてる方からしたら話すこと自体が嫌なのかもしれないんですけれども、私的にはあんまりそんな気にするようなことではないと思っているので、そういうふうに冗談でおっしゃってても傷ついてらっしゃるかも。で、その冗談で言ってることで傷つくかもと思うと、あんまりよろしいんじゃないかしらなんて思ってしまっていますので、あくまで、私がいつも言ってることはね、すべて、私の配信ではが枕言葉につきますので、ね、気になさらないでくださいね、そういう点では。そう、丸刈りになさったらね、私全然かっこいいと思うんですけどね。ただ、会社の都合でダメな方とかが結構いらっしゃいますわよね。そう、会社の都合でね、どうしてもスキンヘッドはよろしくないみたいな。そうそう。でもだから早く、スキンヘッド OK みたいな風になればいいのになぁと。今画面バキバキです、本当に。嬉しいですわ。嬉しくなってしまいました。めちゃくちゃ嬉しい時の声が出てしまいました。